どうも、ノンスタイルの上です。どうも、グッドウォーキング上田です。バケモン先生です。頑張って藤本、藤本です。よろしくお願いいたしま す, います。さあ、今回の企画なんですが、今回は J-POP 使いにチャレンジしようじゃないかと。聞いたことないですよ。この J-POP 使い、どういったものかと言いますと、はい、まあ、あの J-POP の歌にやっぱ歌詞がいろいろあるよな、はい、あのその歌詞を自分の中で理解して、簡潔に一枚のずっと言葉で表現する、うん、で、それが相手に伝わるかと。あれから僕たちは何かを信じてこれたかなみたいなフレーズを図で表すという。歌詞分かってないとっていうところもあります、ね。まあ、そこはだからみんなが知ってる歌詞、一般的にもう代表曲でチャレンジしようと。で、だから歌詞とともに図解なので、イラストをどういったイラストにするのかとか。そうか。で、あんまり言葉が多く伝えすぎるとやりすぎてますよ。歌詞そのものやみたいな。そう、なるべく言葉少なめ、はい、あ、上手にこいつ図解表したなっていうのをバシッと作りたいね。今回は、3人がこの図解を考えて、1人が何の J-POP なのかを当てるという、はい、しましょう、はい。だからこれ正解したから素晴らしいとかじゃなく、いい図解を出した人がやっぱり素晴らしい。いいですね、分からしたいですね、はい、図ね、図、図ですね、うん、図で。じゃあ上田目閉じて、はい。あ、難しいかも。いいよ。はい、サザンオールスター。当てられへんやろ。天才なんかお前は。おそらく好んで聞いたような、そんな気持ちはどうだろう。系統ありますもんね、やっぱ好きな、うん、そういう、これでいくわ。はい、かけた、はい。なんかこんな一生懸命書いてくれてるのに、アテナ申し訳ないぐらい。いや、ほんまアテナ、ほんま心込めてますから、ぶん殴ってやろうと思ってる。そんな上下関係だ。できました。じゃあ誰から。あ、上田。じゃあ藤本からいきます。あー、これ盛り込んでは、見たんです。あそこまで文字入れたか。俺そんな入れてないな。なるほど。ほら夢。でも図解でこういうことだもんな。はい、したんですけど、歌詞出てきてんねんけど。あれ、すごい。いや、それが当たってるかどうか分からへんよ。ちなみにじゃあ歌詞は、君と夏の終わり、将来の夢のやつ。あー、ゾーンの。ゾーン。君と夏の終わり、将来の夢やろ。あー、なるほど。ではないです。あー、違う。ダメか。君一人、夏君やから、はい、将来の夢、うん、ゾーン。そうかではないんです、この歌では。確かに。はい、じゃあ次誰見る。あ、じゃあ井上さん。これは、はい、こうしました。あー、俺はだから夢っていう漢字を書きたくなかったから、そうですね、この図で表したのよ。あいこのの花火。違います。うん、ねえ、どうすか。はい、バケモン。浅い、僕はバケモン。こちらです。全然わからんなぁ。あー、熱い、熱い、面白いですね。君、夢。あー、でもまあわかるわかる、はい、はい、聞いたことは絶対ある。絶対あります。聞いたことあります、絶対。これ、昔から。君が自分からどういう状況や。え、遠い、遠い、うん、遠いやろ。あ、あ、ね、君が、はい、で、この熱いっていうのは、熱いっていうのは燃えている。いや、この季節が入ってるやん、みんな。君がいる夏は、夏は自分から離れている。で、何の中におる。夢の中にいる。で、タイトル、あ、続きが。空に、空に太陽がある限り。違う違う違う、錦野明。空に上がる花火、なんていうの。空に上がる花火。空に上がる花火は花火でしょ。いやいや、手持ちもあるじゃないですか。え、で、大きい花火。いや、花火大会。正解は、はい、
ホワイトベリーの夏祭り。あーそっか一回歌詞言ってましたよね、完全に言いましたよ。俺はだから君がいた、君がいた夏っていうのにして、まあ遠い、うんうん、でこれ寝るで夢の中にしてるけど、はい、いや、それやったらジッタリンジンですもん。いや、もうあ YouTube 見てる世代知らないんですよ。あ、そっか、おじさん、おじさんやからて続いて、はい、はい、じゃあバケモンね、答えんのお願いします。お題は、はい、こちら。これむずいっすね。ラッドウィンプス、ね、答えられへんってでも難しいけど、これに出てくる歌詞って結構独特やもん。これ答えとかめっちゃ楽しみですね。飽きたいな。俺はもうこれでいくわ。はい、できた、はい、さあバケモン、いいですか、はい、誰から誰から見たい。見分けます、うん、ちょっとアーティスティックな部分を信じて、うん、上田さん、はい、じゃあいくよ。はい、こっちからこう見せた方がいいですか。いいです、まあ、そこでいいよ、はい、こんな感じです。だいぶ図としては少なめやな。少なめですね。少年を崇める人々。うん、さすがにこれは伝わらへんと思うわ。怖いから。え、子供って子供変化症、今子供を崇める。いや、これこれでもあんま出てこないんだったらもうあんまり長々しちゃうからね。わからんって言った方がいい。わかんない、全然わかんない、すいません、わかんないです。そう、伝わらずか。ごめんなさい、わかんないです、うん、じゃあ次どうだい。私ですね、いきます。ドン少年。あー、端的に来た。わかった。え、ちょっと待って、歌詞出すわ。どうなんでしょう。わかった。残酷な天使のテーゼ、少年よ神話になれ。正解。やっぱすごいな、藤本って。ここでわかったね。少年がずっと引っかかってて、うん、少年何やろうと思って、少年と天使見た瞬間にもうそれがバンって感じしました、僕の中で。俺もだから天使を書いちゃったから、そう、はい、もうこれ歌詞がインパクト強いから、はい、だから俺はもう言葉少なで極悪×天使イコールゴッド少年。神話や、神話、神話や。なるほど、これは出なかった歌詞絶対出ないやつ。僕結構天使やっぱ来ましたね。天使あるわな、天使ゴッド少年、天使ゴッド少年ゴト姉ちゃんみたいな。最初は少年って書いて神話って書いてたけど、はい、あまりに直接すぎるなと思ってちょっと引っかえてゴッド少年みたいな。じゃあ浅井、誰の図解が一番良かった。ダントツで藤本です。素晴らしい、やった、おめでとうございます。でもこういうことだからな、一番いい図解を書いた人がポイントやから。はい、じゃあ藤本が歌える曲は、うわこれや、グレイで、いやいや、当てられへんやろ、だから、うん、ほんで、もう曲名まで言うてくれうわぁ、楽しみ。でもこれ当ててほしいっていうのもめちゃくちゃわかるわまあでもこれ、画力いらんからな。そうですね、うん、丸とか三角とか図書ければええから。これ、絵下手な俺からしたらありがたいよ。めっちゃむずい。これむずいよね。あ、へえ、これ図で描くってすごく難しい。俺これ正解、俺割とファンタスティックな図解描いたで。あ、なるほど俺は自信ある。さあ藤本、はい、誰から見ていく。うわー、でも、上田さん OK から。じゃあ僕の図解はこちらです。はい、めちゃくちゃ手の絵描いた手の絵描いてる。ちょっと描いちゃいました。これはもう、お、種巻いてますやん。描いてるな、いいんじゃない。花これはでもあんまりアーティスティックな図解じゃないなあれフラワー、キンキキッズさんでフラワー。違います、違います。
さあ続いて、はい、バケセン。お、ありがとう。ありがとう。いきます。こちらです。花、晴れ、種、心。あー、いや、うまいうまい。心が胴上げして君に届く。え、花、晴れ、種。何か、花、晴れ、種。謎解き問題みたいになってる。導き出して解けよ、解けよ。花の前、種、あ、種やん。え、いや、でも、まあ、うまいよね。俺も歌ったことあります、これ藤本の前。え、浅井さんが歌ったことある？これはもうダメやな。これダメですね。沢田研二勝手にしやがれ。うるー。1曲目歌うけど。ちゃいます。え、花出てくるかな。わからへん、なにこれ。じゃあ俺な。むずー。俺はもう2人とは全然違う方向で行った。その方がいいかもしれない。俺はこっちで行った。あー、そっち。あー、なるほど。あー、こっちの方が分かりやすいですね。これは分かるな。あ、 PV、はい、米めっちゃ言うじゃん。米入ったの言うだけやから。米、 PV、 米で、もう PV、 これはもう米。なんだ、別にこれなくても分かる。分かるから PV、 米。子供がいて踊ってる。え、俺これ割とええなと思ってんけど、子供がいて踊ってて PV で米でみんな歌ってる。こんな PV 見たことないですわ。絶対あるって。いや、見たことない PV ですね、これ。これまさか、だから伝えんの上手やけど、東大生やから感じ取る苦手やね。輪になって踊ろう。違います。わー、何これ。そうか、もうちょい書いてもよかったのか。正解は、はい、パプリカです。おお。パプリカ、花が咲いたら晴れた空に種をまこう、はい、これもそうや。花が咲いたら空に種をまこう。で、俺はもうパプリカの PV を図で表した。そうですね。なるほど。 PV って書いて、米津玄師 PV。 米津玄師。あ、そうなんですよ。これもやいいのって思ったんですよ。米とかも米やったんすね。米俺米とは言うてないからな。まあまあまあ、米か。答え聞いて一番わかりやすかったのは、うん、うわ、そうなったらでもバケモン先生かもしれない。ああ、じゃあバケモン。そのポイントやな。ルーとこのね、感じと。いや、納得いっといてほしかった。くそー。お前のために出したのに。パプリカ、なるほど。いや、でもバケノンはなかなかいいな。でも違う情報来たら嬉しいっすね。その、やっぱ、分かれると。森さんはやっぱり J-POP おかしいからね。じゃあいきます。バン。これめちゃくちゃペン止まってるやん。いや、もう正解出せる気しかしないです。あ、逆に、あ、いいやん。ただ、分かりやすく書きすぎていいんかなっていう。そう、そうですね。ま、めっちゃ分かりやすく書きすぎてしまいそうですが。そうですね。いや、上田、それはちょっともう分かりやすすぎるわって突っ込み待ちみたいな。喋、うん、ってんと早く書いてくれんよ。楽しいんですわ、ひげさん。あ、忘れてた。え、谷村新司で、サライ。忘れるなよ。忘れてた。そう、雑にやるんやったら忘れといてください。書いたんやろ。僕書きました。あ、いや、正直、ほんと1秒で書きました。あ、もうそんなに。はい、だ、分かりやすすぎるっていうのが。最後に昇進やろ。最後に昇進。じゃあ、もう俺が最後にしてあげるわ。はい、じゃあ、藤本のから見る。はい、僕もなかなか伝わってるんじゃないかと思います。うんうん、いきます。そっちで行ったね。なるほどね。はい、はい、うん。何この歌。これですよ。じゃあ、まあ一個浮かんだのは言うな。はい、はい、めめしくて。違います。だって利己主義同じのが、この大なり小なり入れ替わってるやん。はい、なんか、めめしくて、めめしくて、めめしくて、なんか思っちゃう。まあ恋愛やから、まあ、恋愛ソングではありますね。言われたら、あー、分からへんな、うん、このね、分かってたらね、分かってたらすごい伝わるんですよ、はい、歌分かってたら、分からん、言えないですけど。そうなんです。
じゃあ、ポケモン。いきます。こちらです。なんか落ちてる。まだこう恋愛って辛いよねって、ね、恋に飛び込む。俺がもし答え知らへんかったら分からへん。こうも意味分かんないっす。これ意味分かんないっす。どこそっちじゃないと思う。そっちじゃないと思う。どこを取ったんやろうっていう。あ、違うところ。そっちじゃないと思う。うわ、なんやろう。声に出しても行ってほしいですね。声に行くで。すっき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 。愛してるやろ。違います。一休さんや。違いますよ。数的にそうか。わからん。あー、残念。でも上田が絶対当てさせれるって言ったから。絶対当てます。俺上田で当てたいから、はい、大丈夫ですか、ほんまに。はい、バン。全然ちゃうのよ。ありなん。いや、ごめん、ちょっと俺も自分で審議もかけた。ありなん。それはだって。あ、分かった。これはあれはなしでしょ。これ一番かけた。あんな言い方されなか。一応でも答えは言うな。はい、シーソーゲームな。正解です。これは正解。さすがですわ。風かきます。それせえへんためにみんな頭悩ましてるんですよ、私は。せえよ。A バーの A 角度やルールあったんだ。ルールブックあんのか。確かに答え分かって分かるわでしょ。はい、シーソーゲーム。利己主義がやっぱ俺エゴっていう言葉が出てこへんかったな。エゴって意味なんだ。エゴ、あ、出てこないな。それが出てこなかったな。これ分かんない。分かんない。恋なんていわばエゴとエゴのシーソーゲーム。図に乗ってわがままリアクションさなげも今の技を味わったってあー。何ました何遍も恋の辛さを味わって、はい、イエーイ今日はまた恋に落ちて分かるか分かるか何遍も恋の辛さを味わったって結局人は恋に落ちてくっていうところですよ。いや、それは分からんわ。いや、そこ取らんやろ。もう英語と英語のシーソーゲームはちょっと卑怯すぎるなと思ったんですよ。いや、まさかこれからの人は言うとは思わなかったですけど。それはね、やっぱズル、うん、ですもんね。どこがズルやねん。これはズルじゃないよ。そうなん、うん、でも、当てましょう。これの3人見た結果、はい、一番良かったのは藤本やな。やった、ありがとうございます。いや、やっぱりなるべくこのなるべくこの図解で一番大丈夫ってタイトルを書かない。もうね、タイトル書いてませんよ僕。シーソー書いてるやん。シーソー書いたらあかんねん。タイトルは書いてないですけどね。胸張れるわあれ。シーソーを違う図で表してだからこれ上手やな。あ、まあここはね、もうあっぱれよ。ありがとうございます。あっぱれあっぱれ。でもタイトルは書いてない。いや、書いてるんすよ。だってこれに関してはもう俺エゴ書いてなくても答えれるもん。これでもめっちゃ文章文章書いてるな。ありやったこれ。この動画を見て興味を持ってくださった方々、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。